こんにちは、皆さん。テレビチャンネルのテレです。いつも動画を見てくれてありがとう。今は、日向のおむつの顔のために外に出ました。あなたたちは家族と一緒に食べるのビデオは撮りましたけど、なんか明日までちょっとエディットは間に合わなかった。だから今日はちょっと散歩しながらビデオを撮ってます。私は日本人の夫がいます。そして結婚して2年経ちました。でもほんまに日本人とジョージア人は違っておもろいな。例えば夫は日本の家族と全然連絡を取りません。彼はお兄さんも持ってるけど、全然彼の連絡ナンバーも知らないです。私は私の家族のメンバーのみんなの連絡ナンバーは頭で覚えてるよ。これはすごいですよね。私のビデオが見てもらってわかりますか？私と家族のリレーションシップはすごい強いと近いですよね。今は私の家族は毎週2、3日ぐらいで私の家に来る。そして They are helping me to clean house とか take care of Hinata so I can have my own time as well. So they are staying with us for 3, 4 days ぐらい。But even though we are meeting each other 2, 3 days in a week, we are still speaking each other with the voice calls in Messenger almost every day. これは普通かな？ I heard also that when Japanese people are coming in here, they are not contacting their family like us so much. これは日本ではほんまか？もちろん、ほとんどのジョージアは私の家族と同じはないですけど、Most of them are still having very close connection to each other. まあもしかしたら男と女の子の違さもありますよね。Because girls are always more emotional than boys. I think, and that's why we are missing our family a lot. だから we are contacting them very often. まあ今は日向も生まれたから、私の旦那さんが彼の家族のために連絡を毎週1日ぐらいが取ってる。日向の、見せるため。でもその前は全然ほんまに撮ってなかったよ。必要だけのコールだった。 He says that no news is good news. これは私にとってちょっといいんです。 I'm not get to use this kind of things だから。私は日本でもタイムディフェンスがありますよね。日本は5時間もっと早いですね。そして When I was there, even there was a time difference and Georgia はちょっと遅かった。まだ毎日連絡を取ってました、私の家族と一緒に。うわ、皆さん歩いてる時この すごいキノコが見つけましたよ。やばいですよね、これ。これはちょっと死んでるけど。これは食べて大丈夫かな？ちょっと美味しそうですね。美味しそうなに、これ。美味しそう。私は皆さん、When I'm speaking connecting to family, I don't mean only brother, sister, father and mother. ジョージアはとっても遠いなリレーティブと一緒もめちゃくちゃ連絡を取りますから、私は例えばいとこたちとかおばあさんたちですごい連絡が取ってるけど、これは日本でそうでもないですよね。Mostly when they are connecting to family, it's very close family, like mom, father, お姉さん、お兄さん。こうやって私たちは We don't feel loneliness at all. だから、Why?やっぱ、わーい。 ここでとても可愛いな子犬見つけました。 はい。 そしてあともう一つのものでとってもびっくりするわ。例えば家族と一緒にも会うとき、日本人はそんなにハグとキスはしませんですね。例えば私は日本にいたとき、もちろん私の旦那さんと一緒に行きましたね。そして旦那さんが彼の父の会うとき、全然ハグもキスもなかった。こんにちはだけだった。 これですっごいびっくりした。 なぜなら私は彼の父の会うのときもすごいハグとなんかキスは欲しかったけど、こんなタイプのカルチャーは日本でないので、すごい恥ずかしになりましたとか、私も、初めましてこんな感じだった。わ、すごい。ここで歩いてるとき、スリーレグ、猫が見つけましたよ。ジョージアね、すごい猫がたくさんいますよ。例えば、1匹、2匹、3匹。そしてここは小さいな桜の木も見つけましたよ。あとはね、日本人の皆さんはどこでも一人で行けるよね。これは男が女の子はあまり関係ない。例えばジョージアで19歳、20歳の日本人も見ました。でも、そして彼らも一人で来ました。例えば私は18歳時に外界でとても仕事が欲しかった。なぜならジョージアでは仕事はあんまりなかったと、サラリーもそんなに良くなかった。この国は
方だった。なぜなら私はフィリピンの友達も持ってきたと They told me that there is very good salary there そして I was get to use working as a waiter When I mentioned this to my family 彼らはすごい怒っていたとかダメだとかこうなって言ってました。だからジャパニーズパレンツはめっちゃフレキシブルですね。ジョージアでみんなタイトだから That's why they don't want to let kids in the far places Especially parents love kids there so much that they don't want to let go them even near ところでも。これは今ジョージアのストリートマーケットで来ましたよ。すごいですね。そして彼らは一人で来てジョージアの中を一人で旅行します。すごいな。前にも話しましたけどジョージアで一人であまりいません。特にカフェとかレストランとかそんなところで。そしてジョージアの食べ物も頼んだらこの一つの食べ物はすごくでかくて一人でこんないっぱい食べ物も食べたら難しい。だから皆さん日本人は一人でいるときこれはカルチャーですか、それとも They just wants to be like this。 これは今日の4匹の猫です。かわいいな。猫はこんなポーズしたらすごい大好きです。ごめんな。僕は餌持ってないわ。はい、日向のおむつも買いましたよ。あともう一個はそんなに大きな話じゃないですけど、私の日本人の男の友達は整形手術をしました。目をカットして大きくになりました。Why Japan? Why? たくさんの日本人から来たことある彼らは自分の目が好きじゃないです。でも私はアジアの目が大好きすぎる。私も I said many times 日本みたいな目が欲しい。そして日向の目も今そんなにジョージア人の目じゃない。 When you look at her you can tell that she's mixed with Asian blood だからこれでめっちゃ嬉しいになりましたよ。これは5匹目の猫が見つけましたかわいい。 Why it's very opposite all the time that 日本人は大きな目が欲しい、でも大きな目の人がアジアの目が欲しい。まあこれはなんとかわかるよ。なぜならジョージアで大きな鼻を持っている人がすごいコンプレックスが持ってるから小さいな鼻が欲しい。まあ私は呼吸の問題が持ってきたからこの鼻の手術をしました。でも There is many people in Georgia who are doing no surgery just to be beautiful。 そして鼻の手術はジョージアで女の子だけじゃなくて男もめちゃします。そして皆さんエザイのアルメニアで鼻の手術はすごい人気です。でもこれは美人になって流じゃない。彼らは just it means that you are veryHow to say reach とかこんなタイプの意味がある。そして some people even they didn't do surgery they are wearing nose plaster so it looks like they did surgery but actually they didn't。 あとはラシアのインフルエンサーとかラシアのほとんどの人はすごいリップスが大きいになるためにサージェリーがしますよね。これでめっちゃびっくりするよ私。これはめちゃくちゃ obvious ですね。 So it means that beauty standard is very different in every country。 例えばジョージアでほとんどは鼻の手術です。日本では目の手術ですね。その後はラシアはリップス、コリアは顎を結構削る手術をしますよね。これも結構面白いね。どれぐらい全部の国は違うですね。今ちょっと誰かのラウンドが見て覚えてた。日本ではまだそんなタイプの変態な人がいますか？ I heard before that there is lots of people in Japan who are stealing panties from this kind of laundry outside. これはほんまにびっくりする。これは私にとってめっちゃおもろい。People who got stolen that panty, I feel so sorry for them けど、pervert person who stole it はこれがめっちゃ面白い。あれ？これは8匹目の猫ちゃん、そしてこれは9匹。そんなタイプの猫は結構いますよね、ジョージア。サバ猫ちゃん。皆さんちょっとすみません。今回のビデオで字幕はそんなに使えません。なぜならとても忙しいです。これは7匹目の猫ちゃん。気持ち良さそうに寝てるわ。じゃあ皆さん、こうやって今日のビデオは話すのビデオだった。だから次の日曜日でナナと私の母さんに会えますように楽しみにしててくださいね。では今日のビデオはここまでです。最後まで見てくれてありがとう。次のビデオでお会いしましょう。またねー。ちょっと I can't wave my hand because I'm having diaper